あまり儲からない儲からないと言わないでください。もう吉村さんが言い出しちゃったから政治家で儲けようと思ったら維新の議員にならない方がいいですよ。もうそんなの言っちゃっていいんですか。政治家の身を切る改革っていうのを言ってるんですけど、それが出発点だと思ってる。議員の、まあ、報酬3割削減、大阪市長はもう4割削減、4年で4000万円の退職金じゃゼロです、身分を守るための政治家が増えちゃうと、うん、社会を変えるというよりは自分の政治家の椅子をなんとか守ろうと、うん、いうような方に発想がいってしまって、日本の未来は守らないですよね。上の方々ってなかなか引退されていかないじゃないですか。その上の人たちに気に入られるように寄り添っていかないと政治の世界で生きていけないんじゃないかなと思ってしまうんですけども、全体の政治の世界でいくと年配の人が多いのはもう間違いないと。維新の会っていうのは若手がしっかり頑張っていこうと、いわゆる身を切る改革っていうのは、ある意味リトマス試験紙のようになものとして採用してます。お金を稼ぎたいんだったら議員はやめてくれと、で僕らはそういう政党じゃないよと。あのインパクトが強かったんですよ。